県と仙台市が導入を目指している宿泊税に対し事業者の間には根強い反対もある中村井知事は大きな見直しは考えていないと現行の案で議会への提出を目指す考えを示しました県と仙台市が検討している宿泊税は宿泊者に対し1人1泊あたり合わせて300円を徴収するものです県は今月6日に、 大崎市鳴子温泉で宿泊税についての意見交換会を開きましたが事業者からはまだ導入すべき時期ではない客の負担が増し不安だといった反対意見が相次ぎましたまた仙台ホテル旅館組合も宿泊税が宿泊者や事業者にとって重い負担になるなどとして仙台市に反対の要望を行う予定です

参加者の声を受けて急遽全面公開となりました。来月上旬までに8回予定する残りの意見交換会も非公開を前提とするということです。事業者の皆さんの声、生の声を聞きたいということですから、あの非公開の方がいいのではないかなと思ってますけれども、ただまあその場で公開でぜひやってくれということでやればそれはもうやぶさかではないですけど。県と仙台市は。 9月期間以降の条例案提出を目指し、調整を進めています。